鎧地蔵堂は奈良県奈良市木寺町にある地蔵堂である。木寺町中においても通称笠谷町と呼ばれる一帯の角にあり、道を隔てて南側は通称地蔵町と呼ばれる。本尊として鎧地蔵石像を祀る。福地院が乱越えずによると、福地院敷地教会の四隅に将軍地蔵の祠が描かれており、この鎧地蔵堂が 辰巳閣の将軍地蔵祠である、可能性がある。ただし、鎧地蔵村演技には、福知院将軍地蔵に関する記録はない。演技では、笠谷町の大化の際、この道の隅にまで火の手が迫ったが、火災には至らなかったと記されており、また町内では、第二次世界大戦において、笠谷町出身兵士の戦死者が出なかったのは、鎧地蔵のおかげと信仰を集めている。 毎年7月23日の地蔵本は盛大に行われる。道内の趣味団中央に図紙が安置され、図紙内央に本尊の鎧地蔵石像が置かれている。本尊の前立として木彫の鎧地蔵像も安置されている。左脇団に2体の阿弥陀如来立像、右脇団には工房大師座像とかなり大きな阿弥陀如来座像が置かれている。高さ75センチメートル。 長方形の石に、胞子と釈状を持ち、甲冑に身を固めた、騎馬姿の地蔵菩薩が、半肉で養刻されている。右脇地として、不動明王、左脇地に、微射門天が同様に養国され、増加法には、三尊の種子や、天下正女、五花、清滅といった言葉が刻まれている。鎧地蔵は、アタコ根源の本事物とされ、安山に霊言があると伝わっている。 石仏家の作られた年代は明らかではないが、官邸によると、室町時代の作とされる。ありがとうございます。